はい、それでは今回もプッシュアップ腕立て伏せですねのフォームについて説明していきます。で、前回はプッシュアップこういう風にやったらいいですよ、このフォームに気をつけてくださいっていうところを説明しました。で、ただですね、やっぱり女性あるいはこれからじゃあダイエットしようっていう方だと、そもそもあのフォームが取れない、いわゆるこういう腕立て伏せのフォームですね、これが取れない方結構いらっしゃいます。特に女性ですね。じゃあそういう方、自宅で腕立て伏せ、上半身の筋肉鍛えるときにどうしたらいいんだ、やっぱりまず思いつくのは膝をついての腕立て伏せ、これですね。基本のフォームは変わりません。まず手の位置、これはしっかり胸の横にくるように落ちてください。で、手幅が大体肩幅かちょっと広いぐらい、これぐらいですね、にしっかり決めて、フォームを取っていきましょう。まず手の位置決めました。次、本来であればこのようにフォーム取るんですけども、ここから単純に膝をついていただいて、で、あと一緒です。しっかり手の横に胸が落ちてくるように体を落として持ち上げていく、これだけですね。しっかり胸の横に手を落として上げていく。で、この時もちろん足を遠くに、膝のつく位置ですね、遠くに持っていけば持っていくほどより腕立て伏せに近くなるのできつくなります。逆に近づければ楽になっていくはずなので、そこはご自分の負荷のかけ方ちょっと調節してみてください。で、これ大事なのがですね、やっぱりこれでもこのように頭が先行して落ちてしまう方よくいらっしゃいます。ではなくて、しっかり胸の横、ここにこう落ちてくる、上げていく、これが大事です。で、さらにここからですね、床でやるのがなかなか難しい、あるいはね、膝をついてでもさっきのフォームがなかなかうまくいかない、っていう方もいらっしゃいます。では、その方のためにおすすめの腕立て伏せ今からご紹介します。で、さっきは膝ついて、床でやりました。で、今度は、今テーブル用意したんですけども、椅子でも台でも何でもいいです。こう手のつけるちょっと高いものがあればご用意お願いします。で、次の腕立て伏せはこんな感じで、テーブル、台などに手をついて、あとは単純にここを目標にめがけて胸を落としていく、要は腕立て伏せをしていくってことですね。こんな感じです。しっかりこれでも手の横に胸がくるようにして押し上げていく。常に体はまっすぐ、これが寝てしまったりあるいは山なりになってしまったりしないようにまっすぐですね。で、これのメリットはもちろん足を離していけばより腕立て伏せに近い状態で、負荷は上がりますし、体を近づけて足の位置を近づければより立っている状態に近くなるので負荷は軽くなってより楽にできます。なのでね、トレーニングし始めの方あるいは女性の方なのでちょっとトレーニング、まだ慣れてないなっていう方であればこういったものを使っていただいて、しっかり胸の筋肉ですね、使う意識っていうのをつけていただくと最初はすごくいいかなと思います。